南口北口東十条駅は東京都北区東十条3丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK37 乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東北線とは案内されていない。また、 JR の特定特市内制度における東京特内に属する。二面の島式ホームで、抽選一本を挟む二面三線の構造の地上駅。抽選である二番線と三番線の線路は共用となっている。改札口は北口、南口があり、それぞれホーム両端から階段を上った位置にある。以前は北口、南口ともにあった友人の出札窓口は、 いずれも廃止された。廃止後は指定席券売機のみの設置となったため、割引証等を使用して購入する乗車券類や一部の特別企画乗車券などを取り扱うことができない。トイレは北口改札内にのみ設置され、南口に向かうホーム上には、南口にはトイレはありませんとの注意書きが掲出されている。エスカレーター、エレベーターも、 北口のみの設置であり、車椅子利用客、身体障害者等で南口を利用する場合には、駅社員の解除が必要になる。3番線は、北港の到着時降車専用ホームとして使用。電流線への出入り区以外に、赤羽駅への送り込みの回送電車がある関係で、赤羽方面に進出することもできる。また、大読みだれ土器や工事での区間運休時は、 北高の当駅折り返し始発ホームとして使用される。当駅のスピーカーはユニュペックス小型のものが使用されている。3番線のメロディーを扱う定期列車はない。2020年度の1日平均乗車辞任は19155人である。京浜東北線の駅の中では、上中里駅、新小谷水域、うぐいす谷駅に次いで4番が目に少ない。 近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。東側に隣接して東北新幹線の高架橋と電流線があり、京浜東北線、根岸線の電車が流通されている。西側には東北本線の列車線と貨物線が並行して走り、線路際は武蔵野大地の突端に当たる崖となっている。南口改札はこの崖から定地へ向かって、 線路群を乗り越す、古線橋に面している。なお、埼京線十条駅が、至近距離にあり、東に約1キロメートルの国道122号沿いには、東京メトロ南北線王子神谷駅がある。北口徒歩約7分の、関七通りと東本通りが交差する、平和橋交差点周辺に東十条4丁目、停留所があり、東京都交通局、国際工業。 時刻表関東バスの路線が乗り入れている。赤31は国際工業と関東バスの共同運行。O78 は東京都交通局による運行。その他は国際工業による運行。東十条4丁目東十条4丁目出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。